ファンに夢とときめきを与えてくれるジャニーズですが、ビジネス的にも大きな経済効果を生み出すなど、社会的にも影響力がとても大きい企業です。そこで、気になるのが、ジャニーズで働く所属タレントの年収事情です。今回は、そんなジャニーズタレントの年収や、予測される年収ランキングなどを詳しく検証していきます。ジャニーズ事務所プロフィール、正式名称株式会社ジャニーズ事務所、創業1962年6月、創業者ジャニー喜多川、所在地東京都港区赤坂 9-6-35、 目次ジャニーズの年収事情、ジャニーズの給料や月収の仕組みは、給料制になって安いと嘆くタレント続出、収入は年功序列が基本。気になるランキングは、ジャニーズの年収事情。冒頭でも触れたように、ジャニーズ事務所は日本トップクラスの芸能事務所であり、また、経済を左右する大企業という立ち位置でもあります。そんなジャニーズに所属しているタレントは、さぞかし多くの年収を稼いでいると思われがちですが、それはあながち嘘ではないようです。しかし、全員が全員大きな額をもらえているわけではありません。そこは、一般企業と同じように、年齢や経験の差であったり、会社への貢献度であったりと、タレントによって金額が違うのは当たり前です。そして、ジャニーズというと、収入差の大きな分かれ道にあるのが、デビューしている、デビューしていない、というデビューの有無です。デビューしているのとしていないのとでは、仕事量が違うばかりか、仕事の質、そして出演の数などに歴然の差があるのは言うまでもありません。近年は、デビューしていないイコールジュニアであっても、テレビなどの露出も増えてきていますが、そもそもの出演量に違いがあるわけです。特に、ジャニーズジュニアの収入については、さらに細かく決められているようです。ジュニアが一番稼げるのは、舞台出演。ジュニアの中でも、グループに所属しているものと、グループに所属していないもの、通称、無償、では、さらに収入が変わります。グループに所属していれば、単独公演や舞台出演など、デビューグループと同じような仕事ができ、収入もそれなりに安定します。しかし、グループに所属していない場合は、単独公演はできず、露出も知名度も低く、仕事量にも圧倒的な差が出てしまうのが実情です。ところが、ジュニアで一番稼げると言われているのが、先輩の舞台に出演することであり、単独公演よりもはるかに良いとされています。人気も知名度もある先輩は、キャパの大きな会場で公演するため、集客も分配も大きいというのが大きな理由です。さらに、先輩の舞台に出演すれば、多くの人の目に留まり、認知される率も高くなるというメリットも生まれます。なお、ジュニアの収入の内訳は、大まかに次の通りです。先輩の舞台に出演、約100万円、1ヶ月公演、自主公演、約30万円、1から2ヶ月、先輩のバックダンサー、約1万5000円、日向。先輩の舞台に出演すれば、先輩からいろいろと教えてもらえるという面でもメリットが高いと言えます。ジャニーズの給料や月収の仕組みは、前項では、主にジュニアの収入源についてご説明しましたが、では、デビュー後の収入は一体どうなるのでしょう。冒頭でも触れたように、収入自体は年齢や年数、そしてメディアへの露出や契約数、そして公演数などが反映されます。給与形態は2体系。ジャニーズの給与形態には、給料制と歩合制の2体系があるそうです。しかし、それは以前の話で、2021年現在は、給料制で統一されているとのことでした。給料制に統一されたことで、収入は安定し、グループ内でも平均化された収入ですが、それまで歩合でものすごく稼いでいた人は、収入減が懸念されます。
その筆頭にあるのが元 SMAP の木村拓哉さんだと言われています。 SMAP はもともと歩合制であり、報酬の 80% を得ていたとされています。給料制になって安いと嘆くタレント続出。歩合制だった頃は人気や貢献度に比例して収入にも個人差がありました。特にまだまだ知名度も仕事量もおぼつかないジュニアの子たちは、それだけでは生活ができず、最終的には退所という道を選ぶこともありました。それが給料制になったことで収入が安定し、最低限でも生活ができるようになると、退所するジュニアの子もほとんどいなくなりました。ところがデビューの歩合制で慣れていた人たちは大変です。グループ内で平均化されると、仕事面の格差があればあるほど納得できない不満が募り、結果的には不仲や解散という結末になりかねません。そして給料制になったことで、グループに一人は安いと嘆いているタレントがいてもおかしくありません。収入は年功序列が基本。気になるランキングは、歩合制から給料制になったジャニーズの給与形態ですが、基本的には年功序列が採用されているようです。年収ランキングを見ても納得の結果となっています。2021年現在の推定年収ランキングトップ10、事務所在籍メンバー限定。第1位木村拓哉さん、2億8000万円。第2位堂本光一さん、1億5000万円。第3位堂本剛さん、1億2000万円。第4位城島茂さん、1億円。第5位国分太一さん、9000万円。第6位東山紀之さん、8000万円。第7位松岡昌宏さん、7500万円。第8位岡田准一さん、7000万円。第9位井ノ原快彦さん、6500万円。第10位長野博さん、6000万円。推定ではありますが、かなり年功序列の傾向が強いことがわかるランキング結果となりました。ジャニー北川さん亡き後、ジャニーズもいろいろと変化しつつあるようですが、ファンに夢を与えるばかりでは長くは続きません。タレント本人たちも納得でき、クリーンに働ける環境となるよう、今後もその動向や変革に期待が高まります。